勝ちたい。何に？電眼に。まあ、だって思っとるわけです。実際だってその勝負系の企画やった時負けたら拗ねてるやんだって。うん。まあ、というわけで、はい、電眼ね、はい、皆さん賢いじゃないですか。十分と言ってもいいぐらい分かってるね、そんなことは。もしも2回やりましたもんね。じゃあどうやったら勝てんのか、なるほど、俺が勉強すればいいのか。まあそれもありますけど、まあ、なかなかねこの年齢からっていうのもありますいいな。そんなんでは、はい、俺は勝てない。なるほど、お前に。というわけで今回は電眼をどれだけ弱体化したら俺は勝てるのかっていうのを検証していきたくて、はい、今回やりたい企画なんですけども、はい、24時間起きてる電眼と元気なピンピンする鼻をさすがに逆力トントン説。はい、というわけで僕はもう今からねこのオープニング撮ったら俺はもう寝るんですけど、はい、あんたには24時間起きてもらいますよ。で、24時間でテストやります。勝てなかったらその1時間後、勝てなかったらその1時間後、はいはいはい、勝つまでやります。なるほどなるほど。というわけで早速やっていきましょう。はい、メイキングバスマンウィズ俺。お久しぶり。今日言いたかったんだよねこれ。あ、なんでなん。え、さっきびっくりドン聞いた時に。はい、じゃあまずね、今からじゃあ1回目のテストやっていきます。ゲームマスターのキムさん。はーい。まだ開けないでくださいね。制限時間は、まあ、ダイヤモン1個分ということで15分ということにします。わかりました。それでは始めます。はい、1位について。はい、よーいスタート。はぁ、すんちゃうか俺。またきつい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 。うわ、これ勝てる気しねー。お前これ俺プレッシャー半端ないやけど、これちなみにこれ間違えられへん。プレッシャー半端ないやけど。待って、5年ぶりのタスキかけになる。頼む頼む。ここね、ここだけは。でも15分ギリよ。ギリやったギリギリ。この年でセンターちょっとでも解けるっていうのがすごいね。そりゃそうや。使わへんもんこんな知識な、お前な。使ってんだよ俺ら。たまに使うもんね。予言定理、予言定理。お前らと一緒にいるぞ。たまに予言定理使う。あった電源。俺あるで。いやいや、でもお前、お前があるからほんまにこれ。でも一応言っとくけど俺15時間来てんの。一応言うとそんな変わらんやろ。では点数の高い方を発表します。勝者電眼。よっしゃー、危ねー。うわ、危ねー。まあ、まあ、よかった。よかった。テストお返しします。はい、うーわ、あ、1個間違えてる。でもさあ、一緒25点お前高っ。お前なんて。危ねー、マジで18点。30分の18。え、すごくない？でも普通にさ現役生と一緒やん。現役生の平均点と同じやで。え、ルート11ないんこれ。前だったらルート11って言ったやんこれ。いや、点と直線の式とか知らんから。点と直線の式、奇跡的にちゃんと覚えた。点と、さすがにさ、さすがにこの範囲で点と直線の式さ、しかもさりげなく出してくるのやめて、ほんまに。関係ないから別に。まあ、このシーンは初戦はかませんよ。危ねえ、よかったよかった。想定内です。はい、想定内、よかった。で、次の試合は今から、大体9時間後ぐらい。8時間後ぐらい。まあ、よかったな、寝れて。はい、じゃあ僕はもう今からもうぐっすり寝て明日に備える。あ、大丈夫です。私、それ以降、どんな問題出ても対応できるように勉強しますんで、なんで。はい、というわけで、僕は寝に行ってきまーす。皆さん、おやすみなさーい。大変だった。あーし、はい。おはようございまーす。起きてねえよ。逆に寝起きに見えるけどな。これお前負けたら、ほんまやばいで、お前。はい、では、よろしく配ります。はい、まだ開かないように。はい、はーい。試験時間は15分です。はい、はい、よーい、スタート。やっぱあかんて。勝ちたい。勝ってくれ。かぼそ。勝ってくれ。勝ってくれ、ほんまに。ちょっと早く成仏させてあげたいわ。勝ってくれ。もう、しん、もう無理です、先生。残念だったな。地獄はまだ続くようだぜ。地獄が地獄を呼んでいる。なんで俺書こうとしてたかもわからんけど。全体感動の本能、本能、本能で解いてた、ほんまに。では、勝者を発表します。はい、勝者電眼。おい、24時間に起きてんじゃんか。俺起きとるわこっち。24時間24時間とは思えないほどの生徒率でビビりました。マジでマジで一緒。こちらです。一緒お前。強っ。お前強っ。もう賢いって。
いやでも前から思ったけど、いやそりゃそうや、塾で住んでると思ういやいや、こんなんでセンター柱にとんなって大問1とかに行って、はい、30点分じゃないですか、はい、実は15分じゃ時間足りないはずなんですよ、はい、でもそうだそうだ、次あたりから3番とか4番とか20点分の方出てくるんで、だいぶ時間に余裕が出てくるかもしれません。なるほど、というわけで延長戦で24時間サロンです。1本目レンガンの勝利、よしおめでとうございます。よし、でも早く寝たい。よーい、スタート。どうしていつもなんでどうして俺はこうなんだよ。一緒17点。あ、3点。お前あかんやん。え、待って、すげえよ、適当に書いたとこ合ってる。いや、お前もやってる。え、すごくない、違うことやってんのお前。え、いや、キム専門、ほんま選択ちょっと悪いと。ベクトルやったらいけるって言うから。ベクトルじゃないって、あれベクトルじゃない。いいな、寝てて。俺お前のその状態になるのに、お前に負けないといけないんだよ。早く俺を倒してくれ。はい、4回目です。よーい、スタート。立てる、勝者でかっ。なんでやねん、おい。マジかー、ネットね、おい。もうなんでもうお前なんでとか一番うざい勝ち方すんなって、お前。電眼が異能ってことを証明する回だ。ほんまそう。俺が気持ちよくなる回だろ、これは。あ、20分の19。17。17か。俺何点貸してる ?20 分の14ぐらい。20分の2点で。お前か。好きないもん、もう。だから俺の知ってる確率じゃないから、これ。好きないもん。これ一応、全部追試の問題です。マジかよ、俺やっぱむずいんやんけ、これ絶対。今週はもうやっちゃってるんで、その追試しか残ってないんですよ。いや、それはむずいわ。皆さん、これ追試です、これ。結局、お前が何時間起きてられるかっていう。いや、ほんまそうやで、ほんまそう。続いて、よーい、スタート。きた、もう終わってるやん、一緒。でもさ、また続くやん、もうマジでやめてくれって、マジで頼むから。きた、完全に来ました。では、勝者を発表します。やっとこの時が来たー。なんと今回奇跡が起きました。奇跡がね、はい、そらそろそろ起きる頃だよ。はい、勝者、はい、来た。電眼なんと満点でございます。ドッキリ、こっちは。うわ、惜しい。俺16点もある。めっちゃ嬉しい。こんな調整めたいとは思わなかったぞ、俺。センター数学から逃げた方がいいかもしれない。何やろ、ちょっと。わかったわかった。あえて、二次試験の確率どうですか？わかりました、わかりました。お前もうやって、あえて自動化だけします。ああ、いいね。曲線、y イコール、マイナス x 以上プラス1。AB の満たす条件を求めよう。来ました。8年ぶりの判別式 D を書いてます、今、私。はい、では開始します。では勝者を発表します。勝者、花尾。え、嘘、ほんまに。はい、本当です。え、マジで。はい。おいお前、あんだけ時間かけて書いてて、だるいわ。おい、静岡大学で。いやいや、この5分我慢したら寝れるんだ俺は。この5分我慢した。いや、もうこの5分。え、お前あんだけ書いてて、俺は最初の2行で、あれあれあれって、あれそこに書いてて、で、これってこんなに難しい問題だったんですけど。マジだるい、こいつの。ドッキリじゃなくて。ドッキリじゃ、お世辞じゃなくて。お世辞じゃないです。やらせでもなくて。やらせでもないです。リンガさんは計算ミスが多発してます。マジか。おでも言うても俺勝ったと思ってた。全部フル尺で使ってね。ここフル尺で使ってね。全部カメラマン持ってかれたよ。テレビさん、ここフル尺で。ということで、検証結果ですね。電眼さんでも、はい、28時間連続で起きていると、さすがに鼻緒に負けてしまう。
はい、これから、こういう勉強系企画やるときは全部28時間からスタートやな。マジできつい。というわけで皆様、今日はこれで終わりです。お疲れ様でした。おやすみなさーい。